関能の上乱は、南北朝時代、昭平五年、関能元年10月26日から昭平七年2月26日にかけて、足利政権の内紛によって行われた戦乱。将軍、足利高氏の弟で幕府の実権を握る足利、忠義の派閥と幕府執事高氏時家、将軍孫氏の派閥が争い、最終的に諸顔も忠義も死亡したことから、 生き残った高氏が上乱に勝利した。なお、実態は、足利政権だけにとどまらず、対立する南朝と北朝、それを支持する武家や、公家と武家同士の確執なども背景とする。また、本校では、この上乱の中で一時的に生じた南北朝の統一である、将兵一党や、北朝の採用率、足利忠冬の再起についても合わせて解説する。 初期の足利政権においては、足利家の火災的役割を担い主従生という、私的な支配関係を束ねた執事高志家が、軍事指揮権を持つ将軍、足利高氏を補佐する一方で、高氏の弟、足利忠義がもっぱら政務を担当する二元的な体制をとっていた。なお、高氏には、河ロナを筆頭に守護家の諸子や京都周辺の信仰御家人が、忠義には、 司法官僚、守護下の着手、地方の豪族がついており、大ね前者が革新派、後者が保守派とみられる。訴訟を担う忠義は、荘園や経済的権益を武士に横領された領主の訴訟を扱うことが多かった。忠義は鎌倉時代の執権政治を理想とし、引き付け衆など、裁判制度の充実や従来からの制度、秩序の維持を施行し、 最低機能の一部を朝廷に残したため、有力後家人と共に、公家、自社の既存の権益を保護する性格を帯びることになった。これに対し、幕府に組みした武士の多くは、天皇家や公家の権威を軽論じ、自らの武力によって利権を得ようとする成功があり、諸名はこのような武士団を統率して、南朝方との戦いを遂行していた。それぞれの立場の違いから、 必然的に両者は対立するようになっていく。また、諸直は将軍孫子の執事として将軍の権威強化に努めたが、それは諸直自身の発言力の強化にもつながるものであった。この対立は、諸直と忠義のような次元では政治思想的な対立という面もあったが、守護以下の諸武士にあっては対立する武士が諸直方につけば自分は、 忠義方につくといった具合で、つまるところ戦乱によって発生した領地や権益を、めぐる争いで、諸顔、をだよ高氏、忠だ冬、そして南朝といった旗頭になる存在を求めた、だけという傾向が、概して強く、今川の陸にや細川剣士の例に見られるように、自己の都合でもって、短期間のうちに所属する党派を転々とすることもしばしばであった。さらに、 両者の対立の背景には、足利高氏の家督継承の経緯と、外戚上杉氏の問題もあったとされる。もともと、高氏の父佐だうは、嫡男であった高義氏に家督を譲って、火災の講師中に補佐させていたが、高氏の死によって、改めて異母帝の高氏が後継者になった。ところが、火災として、高氏を補佐しようとする講師と長年処し、扱いされてきた。 高氏兄弟を支えてきた上杉氏の間で対立が生じ、高氏が火災である講師を政務の中心としておいた一方、忠義は脇に追いやられた上杉氏に同情的であった。特に延元三年、略王元年に明確な理由がないまま上杉重義が出資停止の処分を受け、同じく上杉の明が関東出自を孔子冬に交代させられ、 重吉の代わりに上落を命じられたことが、上杉氏及び、忠義の講子への反感を高めたと考えられている。南北朝時代の初期に、楠木正成、北畠明江、新田義佐下原南朝方の武将が、相次いで廃止し、こうもろなお、死体兄弟らの先行は目覚ましかったが、延元四年、略王二年に、五代醐天皇が没して、後の機内は、 比較的平穏な状態となったため、諸直は活躍の場を失い、忠義の方、裁判による制度が推進されるようになる。しかし、諸直が率いていた武士たちが秩序を軽んじて、牢石する事件が多く発生し、広告2年、略王4年に、縁や高さだが忠義派の桃井忠し山名時氏らに討たれ、翌広告3年、公営元年に、時来縁が、 北朝高金上皇に老石を働いた罪により、忠義の祭壇で斬首されるなどした。こうした最低に不満を持つ武士たちは諸名を立て、忠義はなおも権威と制度の安寧にこだわった。両派の間はますます険悪になりつつあった。昭平2年、上和3年に入ると、南朝の楠の木正幸が京都奪還を目指して放棄して慶はにわかに不穏となった。 まず9月にただよ派の細川剣氏、畠山国清が派遣されて、これを討とうとするも敗北を起死し、11月に山名時氏が増援されたが京都に敗走してしまった。代わって起用された河諸直死体兄弟は、翌昌平三年、上和四年1月5日の四条縄手の戦いで、正行を打ち取り南朝軍を撃破、勢いに乗じて南朝の本拠地吉野を陥落させ、 小村上天皇ら南朝方は、吉野の奥の画面世へ落ち延びた。この結果、政権内で忠義の発言力が低下する一方、諸直の勢力が増大、両派の対立に一層の拍車がかかった。政権成立後のこの頃、将軍孫氏は、後醍醐天皇に背いたことを悔やんで仏教にはまり込み、ほぼ隠居状態にあった。そうした中、上和五年うるー月、忠義は、 側近の上杉重吉や畠山忠だ詩集、前奏大同僚吉らの信玄を入れて、諸直の悪行の数々を挙げて、これを急断、その執事職を免じることを高氏に迫りこれを成し遂げた。そのため、一時的に諸直の老いの使が執事として立った。そして、忠義吉はこれを機に諸直の徹底的排除に乗り出す。大平記にはこの時、 忠義方による諸直の暗殺未遂騒動まであったことが記されているが、忠義はさらに、黄金条項に、諸直追悼の因前の間発を創生してまで、諸直を撃とうとしている。同年8月12日、諸直は、河内から軍勢を率いて上落した死体と合流して、忠義を一気に追い落とすクーデターを仕掛け成功した。意表を突かれたただは、 翌13日に高氏の屋敷に逃げ込み、これで危機を脱するかに見えた。しかし死の大型の軍勢は、そこが将軍御所であろうと、全く意に介さず、これを包囲した上で、軍足の関心として、上杉重吉と畠山忠州の身柄引き渡しを要求した。忠義にとってこの両面を失うことは両腕をもがれるようなものなのでこれを許さなかったが、 それならばともロナオは包囲網を固めて兵浪攻めの構えを見せる。すったもんだの末に、前奏、無奏祖石が仲介に奔走し、ここに、重吉、自家衆を入るとすること、そして、忠吉は出家して惑星からは、知りくことの二条件のもとにもロナオは、包囲を解くことに同意、ここに、創業間もない足利幕府の屋台骨を揺るがせた、政変もひとまず収束に向かった。 忠義に代わって幕府の政務統括者となったのは鎌倉を治めていた高氏の着男、吉明だった。そしてこの吉明の気楽と入れ替わりに鎌倉に下校したのは新たに初代鎌倉久保として関東の統治を任された吉明の弟、元氏だった。元氏には実務者として上杉範明をつけ、これを関東出事に寛任して、 その補佐に当たらせた。しかし、のりきは、他でもない重吉の兄である。もろなおはこれを警戒して、関東出事の定員を二名に増員した上で、孔子冬をこれに勘認して、目付けにした。この一連の政変を通じてその立場が、半然としないのが、もろなおと忠義の間にあって、終始揺れ動いたたけるしである。その同性をめぐっては、局外中立を貫いていたとする説。 優柔普段で日和見をしていたとする説。そもそも高氏は、忠義方を排除するためにもろなおと示し合わせていたとする説など、様々な解釈がある。いずれにしても、この一件は、それまでは曲がりなりにも、協調路線を取っていた高氏と忠義がついに、その他元はかつ発端となった。同年11月に、吉明が入居を。12月8日、忠義は出家して、 めぐみげんと合した。ところが早くもその月のうちに、上杉重吉と畠山忠志衆が、入る先で、諸直配下の越前国主古代、八木工場に暗殺されるという事件が出来する。ここに諸直と忠義の間の緊張は、再び高まった。この年の4月に、長戸丹大に任命されて、ビンゴに滞在していた忠冬は、事件を知って、 岐阜の忠義に味方するために、中国地方の兵を集めて上落しようとしたが、高氏は諸直に討伐令を出したため九州に敗走し、今度は九州で地盤を固め始めた。高氏方は湿気と上落を命じるが従わなかったため、再度討伐令を出した。忠冬は拡大させた勢力を背景に、太宰府の将により久と組南朝方とも協調路線をとって対抗した。 翌昭平五年、昭和六年、北朝は昭和から、官能に改元。この頃各地で南朝方の武家が忠冬を立てて、拒兵する。十月二十八日、西で拡大する忠冬の勢力が容易ならざるものと、見た高氏は自ら追悼のために出陣、備前まで進んだ。ところが、忠冬討伐へ、高氏が出陣する直前の十月二十六日夜に、た吉は、 京都を出本していた。一般に、この事件をもって、感動の上乱の開始とする。忠義は、山都に入り、11月20日に、畠山国清に迎えられて、河内石川城に入城、諸直、死体兄大討伐を呼びかけ、国清、桃井忠経石東、頼房細川賢吉平貞氏、山名時氏、柴高勝根らを味方につけて決起した。 こうして、戦乱が本格的に始まった。関東では12月に関東羊を務めていた上杉憲りと甲子冬の2名が争い、の明がもが諸冬を駆逐して執事職を独占する。ただ吉方のこうした動きに、ただ冬討伐どころではなくなり、高氏は同月にビンゴから軍を返し、高兄弟も加わる。 北朝の高金条項による、忠義追悼令が出されると、12月に忠義は、一転して、それまで敵対していた南朝方に降り、対抗姿勢を見せた。昭平6年、官能2年1月、忠義軍は京都に進撃。留守を預かる足利義明は、備前の高氏の下に落ち延びた。2月、高氏軍は京都を目指すが、 ハリマ明寺城での光明寺合戦及び2月17日の摂津内出浜の戦いで、忠義軍に相次いで敗北する。南朝方を含む忠義の優勢を前に、高氏は、ちょうど、相場氏直を代理人に立てて忠義との和議を図った。この交渉において高氏は、表向きは、諸直の出家を条件として挙げていた。しかしながら、実際には宇直には忠義に、 モロナオの殺害を許可する、胸を伝えるようにという密命を伝えていた。2月20日、和議は成立するも、果たして2月26日、公兄弟は、摂津から京都への護送中に、待ち受けていた忠義派の上杉義則の軍勢により、摂津向川で一族と共に暴殺殺害される。長年の政敵を排した忠義は、義明の補佐として政務に復帰、九州の忠冬は、 九州短内に任じられた。皇兄弟を失っていったんは、平穏が戻ったものの、政権内部では忠義派と、反忠義派との対立構造は存在したままで、それぞれの武将が独自の行動をとり、両派の衝突が避けられない状況になっていった。皇一族滅亡から、半年も経たないうちに、高氏が忠義派の移送を図るため、戦火の恩賞や処罰を自派に有利に進め、 またの武将の処罰や、自派の武将への恩賞を優先した。越見に訪れた忠義派の細川賢氏を立ちで、脅して、強引に自派へ取り込むなど忠義派の怪獣も図った。一方、戦役の武功に準じた報酬や裁定を上げられない、忠義の政治は武士たちに受け入れられず、これも、忠義派から武将が離反する原因となるなど、徐々に、形勢は、高氏方に移っていった。 南朝へ基準を示した忠義は、北朝との和議を交渉したが不調に終わる。朝廷を担った南朝方の楠木正則は、この時の頃老な南朝方の態度に怒りを覚え、今南方を攻めるなら自分はそれに幸応するとまで、口走ったとされている。3月30日忠義派の事務方の武将である、斉藤俊博が何者かに暗殺され、 5月4日には、忠義派の最強候補である、桃井忠恒が襲撃され辛くも、危機を脱するという事件が発生した。高氏は、大海の佐々木同与とハリマの赤松のリらが難聴と、通じて、高氏から離反したことにして、7月28日に、高氏は、大海へ、吉明は、ハリマへそれぞれ出兵することで東西から忠義を、攻撃する体制を整えた。 8月1日、事態を悟った忠義は、桃井、芝、三名をはじめ自派の武将を伴って、京都を脱出し、自派の地盤である北陸、信濃を経て、鎌倉へ逃亡した。この陰謀については同余が首謀者であるとの説がある。この時忠義は、黄金上皇には、冷叡山に逃れるよう勧めているが、受け入れられなかった。京から忠義派を排除したものの、忠義は、 関東、北陸、山陰を抑え、西国ではただ冬が勢力を伸ばしていた。高氏は、ただ吉と南朝の分断を図るため、佐々木同与らの進言を受けて、今度は南朝からのただ吉、ただ冬追悼の臨時を要請するため、南朝に和議を提案した。南朝方は、北朝方にある三種の神器を渡し、政権を返上することなどを条件とした。 明らかに北朝に不利な条件だったが、関納2年10月24日高氏は条件を入れて南朝に幸福しリンを得た。この和睦に従って南朝の直主が入京し、11月7日北朝のス天皇や皇太子自家人神皇は廃され、関白二条義元らも降徹された。また元号も北朝の官能2年が廃されて南朝の昭平6年に統一された。これを 将平一党と呼ぶ。12月23日には南朝方が神儀を回収した。実質的にこれは北朝方の南朝側への無条件降伏となった。高氏は吉明に具体的な交渉を任せたが、南朝方は北朝方によって認じられた天台座素じめ実社の養殖を更迭して、南朝方のものを据えることや、県武の申請において、 国家自社に与えるため没収された自頭職を足利政権が九州に返還したことの取り消しなどを求め北朝方と対立する。吉明は情報の確認のために高氏と連絡し、一万一の際の退路を確保するなど紛糾した。一方高氏は、忠義追悼のために出陣、十二月の薩田峠の戦いや、相模国派や川尻の戦いなどで、 忠義法を破り、翌昭平7年1月には、鎌倉に追い込んで降伏させた。その後、苗字境内の延べ福寺に遊兵された、忠義は2月26日に休止した。孔には病没とされたが、この日は、孔諸直の一周期にあたり、太平記の物語でも高氏による毒殺であると、描かれていることから、毒殺説を支持する研究者としない研究者に分かれる。一般に、 忠義の死をもって、上乱の決着とする。足利一族内の上乱は、一応の決着を迎えたものの、南朝は、昌平一党の和議を受けて増長する。かつての後代醐天皇の側近であり、この当時南朝の頭脳、朝廷者として事実上の指導者であった、北畠地下夫妻を中心に、南朝は、京都と鎌倉から北朝と足利勢力の一層を、拡索した。 まず、うるう2月6日に、南朝は、高氏の征夷大将軍を解き、これに変えて、宗永親王を任じる。すると、新田義雄、脇屋義春、北条時行らが、宗永親王を報じて拒兵し、鎌倉に進軍した。鎌倉の高氏は、一旦、武蔵国にまで引いたため、同18日には、南朝方が一時的に、鎌倉を奪回した。しかし、高は、 武蔵国の各地初戦で勝利し、3月までに、新田義宗は、越後、宗永新王は、死なのに落ち延び、鎌倉は再び高氏が占領した。一方、ルー2月19日には、北畠近草の四季下、楠木正則、千草県境、北畠明吉、山名時氏をはじめとする南朝方が京都に進軍、7条、大宮付近で、吉明、 細川剣氏らの軍勢と戦い、翌日には吉明を海に駆逐して入居した。24日には、受号宣言をこむった、北畠近久が17年ぶりに、京都に帰還。続いて、北朝の黄金、孔明、都公の三条公と、皇太子字家人心能を南朝方本拠の画面生へ、移した。小村上天皇は安宮を画面生から、河内国登場。 摂津国住吉、さらに山城国男山八万へと移して刑営を伺った。吉明は、大海の佐々木同様、四国の細川県市、美濃の時より安、張間の赤松氏らに加え、足利忠義派だった山名時氏や芝高津根らの寄り木も得て、夫人を整え、三月十五日には刑を仕返して、これを奪還、さらに二十一日には男山八万に、 ご村上天皇を包囲し、兵糧攻めにした。この包囲戦は2ヶ月にも及ぶ、長期戦となり、上に苦しんだ南朝方は5月11日に、ご村上天皇が側近を伴い脱出、男山八幡は陥落した。こうした事態を受けて高氏と吉明は相次いで3月までに、感動の元号復活を宣言。ここに、昌平一党は、わずか4ヶ月余りで瓦解した。 高氏が南朝に降った時に南朝が要求した条件に、皇位は南朝に任せるという項目があったため、北朝の皇位の正当性は弱められる結果となった。京都は脱回したものの、時点の君だった皇金上皇、天皇を退位した直後の須コ上皇、皇太子寺家人神王は依然として南朝にあり、さらに、五代醐天皇が、 二席であると主張していた北朝の三種の神儀までもが南朝に接収されたため、北朝は時転、天皇、皇太子、神儀不在の事態に陥った。また武家にとっても高氏が聖位大将軍を解任されたため、政権自体が法的根拠を失ってしまう状況になった。最終的な政治再下を下しうる時点、天皇の不在がこのまま続けば、 京都の諸勢力らの政治執行がすべて地帯することになる。幕府と北朝は深刻な政治的危機に直面することになったのである。事態を憂慮した、同様、元関白の二条義元らは、加重寺教権や高氏と、相はかって、公言巧妙の聖母抗議門院に、辞典の君となることを要請し、困難な折衝の上ようやく受諾を取り付けた。講議門院が、 全国商戦を行うこととなり、スコウ上皇の弟、渡る人氏が8月17日戦争、9月25日後黄金、天皇として即位し、これにより、実質的に北朝と幕府、そして正衣大将軍職が復興した。9月27日、北朝は、将兵統一はなされなかったとして、従来の官能からの改元を行い、文奈元年とした。吉本は、 人気なしの新天皇即位に躊躇する区限に対して、高氏が剣となり、吉本が寺となる。何ぞ不可能と単価を切ったと言われているが、当時、過去に、後白河法皇が後鳥羽天皇を即位させた例にあるように、即位にあたって人気の存在は、必ずしも要件とはなっておらず、時点による、伝国商戦により即位が可能であるとする観念が、存在していた。 南朝方が辞典を含む皇族を拉致したのは、そのためだが、北朝方はその盲点をつく形で匂いを辞典に、するという苦肉の策でこの危機を乗り切ったのである。だが、この一連の流れは、将兵一党と相まって、後に北朝でなく南朝に高等の正当性を認める原因の一つとなり、幕府と北朝の権威は大幅に低下した。南朝との戦において一時は、 旧忠義派との協力関係を構築できたかに見えた、高氏、義明派だったが、昭平8年、文奈2年には、道与と山名時氏、義父氏が所領問題で対立し、時氏が再び将軍側から離反するという事態を招く。時氏は、出雲に侵攻し、道与の武将、吉大和を核を打ち破り、出雲を制圧。 そのまま南朝の楠木正則と連合し6月、京都に突入する。吉明は、将兵一党破断の後に天皇を奪われ、足利政権崩壊の危機を招いた経験から、まず天皇の避難を最優先に行った。天皇を三門に避難させると、自らは京都に残り京都の防衛を試みたが結局、打ち破られ天皇ともども東へ落ち延びることになった。 この中で同与の息子、佐々木秀綱が戦死、吉明は美濃にまで落ち延びる。吉明は、独力での京都奪還を諦め、高氏に救援を求める。高氏が鎌倉から上京すると、時氏らは京都を放棄し、撤退、足利方は京都を回復した。元来同与は、佐々木家所流として武家方の事務官僚として、恩賞の汰などを取り扱っていた。 しかしながら天皇不在という緊急事態の解決や難聴との戦において功績を示した。よってこの頃から吉明第一の側近として、その存在感は著しく大きなものとなった。彼は事実上の武家方の最高権力者となり、政権の舵取りをするようになる。しかしながら、彼にはトラブルメーカー的な側面も大きかった。 これ以後同様と対立した武将が、武家方から離反もしくは放逐され南朝方に、基準するという政変、戦が繰り返されることになる。近畿、関東において、蒸気のような争いが続く間、九州ではただ冬が猛勢を誇っていた。もともと九州では高氏が、北畠秋家に敗れて落ち延び、その後上京した際に、一式の隆寺を九州短大として残していたが、 道雄が在地の守護僧と厳しく対立していた上、五代醐天皇が自身の息子金永新郎を生成大将軍として派遣し、金永新郎は菊池武光を指揮下に入れ勢力を伸長させていた。このような複雑な情勢の中で黒人僧は恩賞を求め右往左往していた。ただ冬は九州へ到来するや、稲や文章を多数発給し新たな主の元勢力の 新長を目指す国人層から一定の指示を得た。高氏は、諸直らと図り一式派の守護に、ただ冬討伐令を出す。ただ冬は、高氏と対立する身でありながら、高氏の実施という自らの立場を利用し勢力を伸ばしていた。一方で、高氏からはただ冬討伐の令が発令されるという事態に対してただ冬は、 これは、諸直の陰謀であると宣伝するという対応を取った。ただ冬は、高氏の本心がな変にあるのか一番よく分かっていたであろうが、ただ冬には、高氏の実施という立場以外この時頼るものはなかった。高氏の時期冬への増後自体蒸気を一致した一種のパラノイアのようなものであり、遠く離れた九州の武士たちには理解が及ばず、高氏の実施ただ冬が、 逆賊もロがを討伐すべく、九州で兵を集めているという忠冬が提示した、わかりやすい、大義名分は、次第に支持を集めていった。忠冬の勢力慎重に対して、在地の守護の筆頭であった、将により久は道、優を打ち破るための旗頭として、忠冬に注目する。こうして、昌平五年、浄和六年に忠冬とより久は連合し、道、優を打ち破り、 博多を奪う。しかしながら昌平7年、関能3年に、忠義が死亡すると忠冬の勢力は一気に崩壊。諸部士の離反が相次ぐ中で頼り久だけは最後まで忠冬を支え続けたが、結局忠冬は九州から逃亡する。この際、忠冬は九州を統治することではなくあくまで上京し、高氏、吉明を殺害することを目的としていたから。 中国地方へ対する政治工作を活発に行っており、多田冬派が九州で崩壊した後も多田冬は中国地方、特に長戸と岩見では勢力を保っていた。昭平九年、文奈三年五月には、桃井忠だつね、山名時氏、大内広よら、旧忠義派の武将を急合すると多田冬は岩見から状況を開始する。昭平十年、 軍な四年1月には南朝と結んで京都を奪還する。しかし、神南の戦いで主力の一角三名勢が同様のりすけを指揮下に入れる吉明に徹底的に打ち破られ崩壊する。ただ冬は当時によって戦闘を継続したが、吉明は奮戦し徐々に追い詰められてゆく。そして最後には高氏が自ら率いる軍が、 当時に突撃したダフユは撃破され敗走した。高氏は当時の本陣に突入した後自ら首実験をして、タダフユを撃ち取れたか確認しており、高氏の時期冬への憎悪のほどが推察される。タダフユ勢は結局このまま完全に崩壊し、タダフユは最国で以後20年以上筆足することになり、消息は明確でない。なお、大内広与と山田時氏は、 昭平18年、常治2年には幕府に基準している。なお高氏は、この一連の戦闘の間に受けた焼き傷が原因となり4年後の昭平13年、塩分3年に先病死している。反税令には死後の取り分を限定することにより、自社本所領を保護する側面はあったものの、上乱以前には建前として禁止されていた、兵糧領所の設置が認められた。これにより、 諸国の守護が自身や配下の武士に文国内の所領配分を行うことで守護権力が向上した。鎌倉幕府を踏襲した忠義記の反差な所領安ド手続きが忠義の失脚とともに守護の推薦状があれば即時に所領安ドが行われる仕組みに移行した。忠義記の任官はあくまで成功に基づいていた。しかし、上乱以降には北朝、 室町幕府の武家人間も恩賞を理由として行われた。幕府の諸無沙汰において、利益有名による審理は、それが必要と判断される場合のみに限定し、裁判の迅速化と簡素化を狙った。ありがとうございます。